ワイズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ワイズニュースの時間です。先日、東京 MX で放送中のテレビ番組ナイツのこれ1にてワイズをご紹介いただきました。今回はその撮影の様子と放映された番組についてお届けいたします。ワイズが取り上げられたのは、東京 MX にて毎週金曜日19時58分から放送されているナイツのこれ1、2月14日に放送されました。そう、こちらのワイズさん、企業や店舗、個人も含めてデジタル化を進めるための商材を一手に扱っている会社さんで、その商材数はおよそ160種類。これはすごいよ。なるほど。同じタイプの企業の中ではこの数はかなり多いらしいです。リポーターは元乃木坂46の伊藤佳林さん。なんと弊社のオフィスにお越しいただきました。創業の時は12名からスタートした会社でございます。12名から何年今経っているんでしょうか。今7年経過の8年目でございます。はい、この本社だけじゃなくて、あと全国にも支社営業所がございます。どれぐらいあるんでしょうか。本社入れて18箇所。18箇所。はい。まだ創業して7年、日本であまりにも遅れているデジタル化を進めようと営業を開始したところ、問い合わせが殺到。大慌てで社員もどんどん増やし、それでも対応しきれない状況が続いたといいます。結果、社員は1000人以上に。すごい。7年でなんと100倍ほどに膨れた。この正社員の数が一番なのです。昨年度は年商で160億円の超一流企業に成長をしたのです。今ではワイズが扱う業種は多岐にわたり、全てを一箇所にまとめたワイズクラウドというサイトもネット上にオープン。まあ、今物を買うんだったら、はい、まあ、ウェブ通販だったらアマゾンとか、はい、で洋服買うんだったら ZOZO とか、はい、まあ、そういう認知がだいぶ世の中広がってきてると思うんですけど、我々もまあ DX するんだったら、はい、まあ、デジタルシフトするんだったら WISE クラウド。なるほど。そんな認知を、なるほど、広げていきたいなと。日本のデジタル化に挑戦する実は一番を取材すると、たった7年で1000人以上の社員を抱えるすごい会社があったのでした。ということで、一番の裏側はデジタル化で社員が100倍にでした。初ですよ。緊張されますか。あ、でもそんな、はい、カメラに向かって喋る方のが緊張する。あ、テレビは、テレビ前ね、1回出ましたよね。あ、そうですね。ありました。番組関係者の皆様、ありがとうございました。今回このように取り上げていただきまして、ワイズについてたくさんの方に知っていただけたこと、ありがたく感じております。今後より一層デジタルトランスフォーメーションを促進し、日本のデジタルシフトに貢献できるよう社員一同励んでまいります。今回放映された番組全編は YouTube に公開されております。説明欄に URL がございますので、ぜひご覧ください。さて、今後もワイズニュースでは様々な情報をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。